Bonjour! 話そうフランス語1分レッスン。フランス語講師のやすこです。今日も会話でよく使われる表現を楽しく、そして正しく覚えましょう。今回のテーマは似ているようで、意味が全然違う題名動詞サビエ、そして動詞エトにアビエの過去分詞をつけたエトアビエの使い分けです。まずこの2つ、どちらもアビエという動詞がベースになっていますよね。アビエは服を着せるという意味の他動詞ですが、題名動詞サビエは自分に服を着せる、つまり服を着るという行為、そしてエトゥアビエは服を着ているという状態を表します。ではシャワーを浴びた後、今から服を着ます、フランス語でどう言いますか？そうですね、題名動詞サビエを用いて Je vais m'habiller Je vais m'habiller Je vais m'habiller、 過去形では Je me suis habillé とこう言います。ではおしゃれな服装のお友達に向かって、素敵な服だね、服のセンスがいいねと言うときはどうでしょうか？はい、服を着ているという意味の être habillé を用いて Tu es bien habillé Tu es bien habillé Tu es bien habillé とこう言います。最後におさらいです。服を着る行為を表すのは題名動詞サビエ、服を着ているという状態を表すのがエトゥアビエ。今から服を着ます、ジュヴェマビエジュヴェマビエジュヴェマビエ。服を着ました、ジュムスイアビエジュムスイアビエ。素敵な服装だね、Tu es bien habillé. 素敵な服装ですね。Vous êtes bien habillé. Vous êtes bien habillé. 上手に使い分けましょう。それでは次回のレッスンもお楽しみに。アビアントー。